海外で働くことが私の夢でした。私は17歳の時に英語学習に出会って、それ以来毎日何時間も英語の勉強を続けました。このパッションは大学に入ってからもなくなることはなくて、学生の時は1日最低6時間、最大で13時間勉強する時もありました。で、当時はただ趣味のようにただただ夢中で英語学習をしていて、大学2年生の時に初めて海外でのキャリアを志すことになります。で、これまで培った英語力で海外チャレンジしてみたい、働いてみたい、こういうふうに思うようになったのがきっかけです。しかし海外で働くためには英語力だけでは勝負できません。高い英語力に加えて高い専門性を有することで初めてそういった機会を手に入れることができる。このように思った私は会計学という分野で勝負することに決めました。そのために米国公認会計士という試験の準備もしましたし、さらなる会計学の学びを求めてオーストラリアの大学院にも進学しました。在学中は当時の私の夢でもある海外就職、これを目指して片っ端からレジュメを送っていました。その数は100通以上にも上ります。しかし現実は厳しくて、100通送っても返信が来るのはほんの数件で、そこから面接に進めること、これはほとんどありませんでした。で、そんな中一通のメールが私の受信箱に届いていました。デロイト？そのメールは世界4大会計事務所の一つデロイトからでした。で、実はその数ヶ月前に3年以上経験がある人向けのコンサルの求人に、一切経験のない私が思い切って自分のレジュメを送っていたんですね。連絡が来ないことが普通になっていた当時の私は、当然デロイトから連絡が来るなんて思ってもいませんでした。で、応募要件、応募資格ほとんど満たしていなかったからなおさらそのように思っていたんですが、そんな私に来たデロイトからのメールにはこのように書かれていました。Dear Atsuhiro, thank you for your application. Unfortunately, your qualifications and experience do not match the position. なんだ、お祈りメールか。However, one of our audit partners wants to contact you. Would you be interested? マジか。メールに返信した後、パートナーの方からすぐに連絡があって、その後2回の電話面接と1回の直接面接を終えて、約3ヶ月というものすごいスピードで内定が決まってしまいました。あまりにも順調に行き過ぎて、自分でも正直何が何だかわからない状態でした。そして正式に内定を受諾するためにオファーレターにサインをするように言われました。これは人生の目標であった海外就職を決めるサイン、言い換えれば自分の夢を実現するためのサインです。これはいわゆる自分の人生の目標であった海外就職を決めるサイン、言い換えれば自分の夢を実現するためのサインです。で、普通に考えたらすぐにサインして返信するべきなんですけれども、このサインをして返信をするまでに1週間近くかけてしまいました。で、実は当時日本でも就職活動をしていて、いくつか内定もいただいていました。また海外経験が1年ちょっとしかない自分が、こんな大きな会社で優秀な人に囲まれて果たしてサバイブできるんだろうか、こういった不安も頭をよぎっていました。そんな時、学生の時にふと目にしたアメリカの詩人ロバート・フロストの The Road Not Taken、 これを思い出しました。ここには簡単に言えばこのようなことが書いています。 Two roads diverged in a wood. 森の中で道が2つに分かれていた。 And I took the one less traveled by. 私は踏み荒らされていない道を選んだ。 And that has made all the difference. それが決定的な違いを生むことになった。それを思い出した私は、多くの人が経験したことがないユニークな人生を歩んでいこう、自分のやりたいことを実現するために努力し続けるような人生を歩んでいこう、このように思いました。そして海外でのキャリアをスタートさせることにしました。そしてこれは自分の人生においても後々大きな影響を与えることになりました。そして約5年間クライアントマネージャーになることを目標にして、会計士としてのキャリアを海外で始めることになったわけです。最初は自分がいつかクビになっちゃうんじゃないかという恐怖がありました。そしてその恐怖を克服するために私がしたこと、それは勉強でした。毎晩家に帰ってからも会社のラップトップを使って上司の仕事内容をちょっと盗み見してみたりとか、自分がやった内容をノートにまとめたり、会計基準を一日中読んだりしていました。そうすることで仕事も知識も
こう周りより一歩先にいられるような気がして、ちょっと安心することができました。また1年目から本当にたくさんの経験をさせてもらいました。ストックテイクと呼ばれる仕事が入ることがあり、朝からハンバーグの数を数えたり、何に使われるかわからない部品を数えたり、泊まりで薬品の数を数えに行ったり、これって会計士じゃなくてもよくないっていうような仕事もたくさんしましたが、今ではいい思い出です。昇進の早い海外では2年目にはすでにインチャージと呼ばれるチームリーダー的な存在を任されていました。夜遅くまで働いたり、部下が全然仕事をしてくれなかったり、本当にいろいろなことが起きましたが、毎日本当に刺激的で、大きな成長とともにあっという間に時間が過ぎていきました。そして2019年7月、ついに自分の目標だったマネージャーに昇進しました。マネージャーに昇進してから私の目の前には人生における3つの道が存在していました。1つ目はそのままデロイトでパートナーを目指すという道です。パートナーはプロフェッショナルファームのピラミッドにおける一番上のポジションです。ベースサラリーは日本円で言えば2500〜3000万円、エクイティパートナーになれば億プレイヤーになる可能性もあります。しかしそこに至るまでの道は険しく、会計士として優秀であることはもちろん、熾烈な政治社会、これをくぐり抜ける必要があります。また現在はグローバル経験のない人がパートナーになるケースは非常に少ないので、本当にパートナーを目指したい場合はニューヨークやロンドン、香港、それからシンガポールといった場所で経験を積むことになります。2つ目はあと数年マネージャーとしての経験を積んでから、一般企業のファナンシャルコントローラーや CFO のポジションを目指すというものです。オーストラリアのビッグフォーでマネージャーになってからのキャリアとして一番多いのがこのパターンです。ビッグフォーに入社した時からこのキャリアパスをイメージしている人も少なくありません。私の元上司でとにかく上場企業の CFO になることにこだわっていたマネージャーがいましたが、彼は現在上場企業の CFO として年間4000万円を稼ぐに至っています。そして3つ目はデロイトで培ったキャリアを捨てて、これまで自分が育てた YouTube チャンネル厚英語を軸にして独立するという選択肢がありました。これらの選択肢を前にして、将来性、お金、安定、見栄えなど多くのことを考えました。おそらく将来のことを考えると、一番安定してお金を稼げて、そして一般的に見栄えのいいキャリアは最初の2つの道だと思います。だからこそ多くの人がこの最初の2つの道を目指してキャリアを選択しています。しかし私は皆さんお気づきのように、この3つ目の道を歩むことにしました。で、私はマネージャーになった時に、今の自分を作り上げてくれた原点は何だろう、これを見つめ直すことによって最適な選択肢を選ぼうとしました。で、今の自分を作り上げてくれた原点、これは周りからの視線や固定観念にとらわれずに、自分に正直になって自分のパッションがあるものに対して一途な努力を続ける、これが自分の原点だと思いました。そして複数の道があるときは踏み鳴らされていない道を選ぶということ。マネージャーになった時点で私の YouTube の登録者数は15万人、自分の本も3冊出版していました。で、ここまでこの活動に努力を注ぐことができた理由は、この仕事がとにかく楽しくて自分のパッションがそこにあったからです。また海外で会計士をしてから YouTube へ独立をするという道はほとんど足跡がついていませんでした。やるべきことが分かっている道を進むよりも、自分が慣れた会計という世界を飛び出して答えのない世界でチャレンジをすることに非常に大きな魅力やワクワクを感じました。そして今年の2月から新しい人生を切り開くことを決意しました。今まで新しいことにチャレンジしてはまた次のステップに進むということを繰り返してきていて、このスタイルが私の人生でまた変わることはないと思っています。今後は厚英語を通じて様々なチャレンジを行い、その過程で違う道が見えてくれば、また新たな人生を歩もうと思っています。とにかく今は自分の選択した道をどん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 切り開いて、この森の中を進んでいきたいと思っています。皆さんももしよろしければ一緒に進んでいきませんか？これからも厚英語をよろしくお願いいたします。